はい、今回は都道府県名の第2回目ということで、青森と書いてみたいと思います。青森の方には大変申し上げにくいんですけれども、これ非常に難しいですね。47都道府県のお手本を、私書いたわけですけれども、その中で、最も難しかったですね。これはあくまでも私の個人的な感想なんですけれども、青森が一番難しかったです。もう何十枚も書きました。それで出来上がったもの、これがいいかなというのはこれなんですけれども、どういうところが難しいかと言いますと、文字一文字一文字ですね、青という字、森という字、これも、そこそこ難しい字ではあるんですが、それよりもですね、組み合わせですね、青という字と森という字の組み合わせ方が非常に難しいですね。ここにこう書いてありますけれども、実は最初の頃はですね、こんな感じで書いて、これでいいだろうと思ってたんですね。それがこれです。これですね、普通に書くとですね、青はだいたいこのぐらいの感じ、私が書くとすればこんな感じなんですね、普通は。森は、これであまり変わらずに、形を変えて書くことはあまりないんですけれども、青は通常ですとこんな感じですね。青という字を一文字書いてくださいと言われたら、私はこんな感じで書くと思うんですが、ただこれを見ていただくとですね、何か青という字が、ちょっと小さく見えてしまうというか、貧弱に見えてしまうと思うんですね。森という字が画数が多いですし、ちょっとこう横に広がる字ですから、どうもこの青という縦長のですね、すっきりした形の字を書いてしまうと、どうしても青が弱くなってしまうと、バランスが悪くなってしまうという感じがしますね。それでいろいろ書いていく中で、私はこういうふうにこの月をですね、ちょっと幅を広く取ってみたんですね。そうしましたら、森とのバランスが良くなったかなという感じがします。もうちょっと狭くてもいいかもしれないですね。比べてみますとお分かりいただけるかと思うんですが、森は同じ大きさで書いてます。青も上の部分は同じ大きさですね、ほぼ。で、月だけが違うと。そうすると比べるとですね、やはりこちらの方がこうバランスがいいと思うんですね。ですから青森と書く場合には、この月をちょっと幅を広く、するということがポイントかなという感じがします。そんなわけで非常に苦労して、お手本が出来上がったということですね。それでは、今度はこの書き方についてですね、お話したいと思います。青という字ですね、これは横の線がこう全部で6本ありますから、やはりこれを、等間隔でですね、こう書いていくということですね。これも難しいですね、これここの間隔、それからここの間隔ですね、これを大体同じように取るということですね。
それから上横の線もこう横の線は平行に書くと、それから縦ですね、縦の線をこう書いて、これがここですね、これとこれとこう揃うわけですね、うん、これがこういう感じになってます。それから実は森という字もですね、これがこう、これとこれとこれ、これが、揃うということですから、非常にこの青森という字は幾何学的にですね、統一性を要求する文字だというふうに言えると思いますね。森という字はまたこれ横の線がこうなってますしね、それからこれが斜めの線がこうなってるわけですし、こちらもこうなってますし、これが大体みんなこの、平行になると、長さが違う、まあ、太さもちょっと違うように書かなければいけませんが、ほぼほぼその同じ角度でこう書いていくということで、うん、まあ、そういう幾何学的な美しさが求められる字だということが言えると思います。これも横もこういう感じですね、こういう感じで、これもこういう感じで縦がこうなってる、まあ、そういうところを考えて書いていくということで、非常にこれは書の練習としては、非常に、いい、モデルではないかなというふうに思いますね。難しいだけに、練習をすれば他の字にも、非常にこう応用が効くということになると思います。それではちょっと書いてみます。青という字ですね、こう横の線が3本ですが、横縦横横というふうに、まあ学校では教えるわけですが、書の場合はですね、横を3本先に書いちゃった方が書きやすいですね。私はそうやって書いてます。それでは書いてみましょう。これを長くする、それで縦ですね、縦をしっかり書くと、この方が、まあ、真ん中にきちっとこう書きやすいですね。それから月はちょっと幅を広くするような感じですね。このぐらいまで持っていってこういくと、で横とこんな感じですね。それから森はこれの真下に、来るように、でこれが、まあ、ちょっと大きいですね、これを大きく、でここは止めた方がいいですね、こう止めた方がいいですね。これを払ってしまうと下でまた払いますから、ちょっと主役が、まあ、2人いるような感じになってしまいますので、こちらは止めて最後ここで払うようにします。それからこう書いて、でこの線とこの線と、それでこの木もこう書いて、これはちょっと跳ねると、それでこういってここをきれいに払います。こうですね、これできれいな青森ができたということになりますね。よろしいでしょうか。もう一度おさらいをすると、まあ、横の線は当然こう間隔をですねうまく取って、それで縦ですね、縦がこう通るように、で、ここもこう縦が通ると、これも当然こう揃うと、
ということですね。それで森という字は、まあ、他の動画でも解説をしていますけれども、上のこれがやはり幅を、広く取るということですね。もうちょっとこれ大きくてもよかったかもしれないです。こう書いて、これをこう大きめに書いて下に林を書くということですね。こういう感じですね。上がちょっと幅が広いです。まあ、長さはこちらの方が長いんですけども、大きさとしてはこれを大きく書くようなつもりで、書けばうまく書けると思います。それからですね、青という字はですね、この線ですね、これがまあメインになる、主役になる線ですから、これはちょっと長く書くつもりで書いた方がいいと思いますね。その分上はあまり大きく、長くならないように、通常の書き順でちょっと書いてみますと、こういってこれしっかり書いて、これはちょっと短くして、これを思い切って長くすると、それで、これをこう幅をちょっと広くしてこう書くと、こういう感じですね。こんな感じで書けばうまく書けるのではないかと思います。こちらですね、先ほど解説をした通りですね、こんな感じで、縦横それからこの斜め、統一性を持たせるということが大事だと思いますね。はい、それではこの行書の方ですね、これもちょっと書いてみましょう。行書で書く場合はですね、これは普通の書き順で書いてます。こう書いてこう書いて、こう書いて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 、この書き順でいいと思います。だから森という字はですね、ここはカタカナの穂を書くようなつもりで書いたらいいですね。こういってこの穂を書くようなつもり、下は、林という字ですね。こういう感じこうですね。この穂を書くつもりで書くとうまく書けると思います。それでは書いてみます。一画目は少し、厚みを持たせて入った方が落ち着きますね。これを長く、それでこういってこういってこういくと、それから、こういってこうこう。ここで一旦ちょっと休んでおいて、この最後の部分ですね、気持ちよく終わるようにしましょう。こういう感じ。本はもうちょっとこの上のですね、森はもう少し大きい方がいいですね。こういってこうこう、こちらがちょっとと小さい方が落ち着きますね。このぐらいの方がいいですね。行書ですから形はですね、書くたんびに多少変わっても、大きな問題にはなりませんので、要するに流れですよね。流れを、うまく途切らせないように、もう一度この辺青を書いてみると、こう、
こんな感じですね。森という字も、この辺にもう一回書いてみますが、こんな感じですね。行書の場合には完全に止まるということはほとんどありませんので、止まりそうで止まらない、そういう流れですね。かといってあまり、急いで書いてはいけないということですね。緩やかな穏やかなそのリズムで書いていくということが大事ですね。ぜひその辺をですね、頭に入れて書いていただければと思います。今回は、47都道府県で、私が思うには一番難しい青森を取り上げました。ご視聴ありがとうございました。